はい。ひとつき万殺の清水です。いや今日はですね、コンさんはこの話題を話すならコンサントだなというふうに思いまして、えー、まあ、もう本当に死にたくなるぐらい落ち込んで、いろんな失敗も重ねてきて、まあ、それでもまあ、なんとか生きてます。ありがとうございますと。 そういう話をちょっとしたいなというふうに思っています。まあ、いつもはね、あの、読書とかを通じてですね、社会の問題について語ったり、読書の楽しさをついて話をしたりとかですね、こうしているんですが、まあ、私自身が、まあ、2年ぐらい前ですね、あの、ひどいうつ病になりまして、まあ、今も、まあ、それを良くしていってる最中なんですよね。で、結構ですね、まあ、その辛いということをですね、しっかり告白を するとですね、意外と皆さんの、あの、逆に元気につながるというですね、えー、こともあるので、まあ、そういう、ちょっと今日は話をしていきたいな、というふうに思っています。まあ、よければね、あの、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。はい。コンさんよろしくお願いします。で、コンさんは、この日本一醜い親への手紙というですね、本をはじめとして、もういろんな本を書いたり、まあ、コンさん自身が編集者として活動されたりしていますので、えー、ぜひよろしくお願いします。買ってあげてください。まあ、なんでね、この話をね、 あのコンさんとしようというふうに思ったかというとです、ね、もう本当に死にたいときはです、ねえー、コンさんとか、ねまあ、いろんな聴者の皆さんとかも含めて仲間の人たちにです、ね、あの電話とかを、ね、あの夜中の午前3時とかにです、ね、こうして話を聞いてもらったりとか <laughs> もう本当にあのしんどいことがあって、ねえー、もう本当にありがたいなと感謝でしかないなというふうに思っております。であのまあ、そうだな何かから話そうかな、まあ いやまあ私ね、そうは言っても、いや、元気に動画毎日投稿してんじゃんというふうなあのツッコミがあ,のあるんですけども、これはですね、動画の時というのは当然ですね、きちんと、よしっていうふうにやって撮ってるんで、馬力を入れてるわけですよ。 こう簡単に言うとね。で、馬力を入れてるから、あの、取れてるわけであって、えー、いつもですね、こういうテンションで元気でいるわけではありません。でもそれはですね、うつ病の方じゃなくてもそうだと思うんですよ。ね。だって、寝起きとかさ、まあ、あるいは、あの、嫁さんや旦那さんと喧嘩した次の日とか、 あでもいいんだけども、そういう時ってなんか、ダーリー,ーな、しんどいな、辛いなって思ってるけど、まあ仕事の時はまあ、まあしゃあないっていう感じでしょでそれと同じ感覚なんですよね。で、まあそれがまあ逆に言うとできるようになったくらいは元気になったというだけで、まあそれじゃあ、あの、感知したのかなんて全くそんなことはあの思っていません。私は。はい。 いやー、まあ結構ですね、あの、コンさんも私の動画よく出ていただいて、まあ、コメント欄とか見ると、いや、全然うつ病に見えないよ、とかね、<laughs> ね<え>そういうコメントとかか、ね、あのつく,つくんですけども、うん、いやー、まあそう見えちゃうよね、と。 まあでも、うん、あの、それが社会のニーズなんだなとも思うんです、私。どういうことかっていうと、いろんなことを私感じるんですよ。例えば、えっ、ー、と、マクドナルドでもどこでもいいんですけど、店員さんが働いてるとするじゃないですか。うん、で、その店員さんが、あの、うつ病だったとしましょう。うつ病ながらも一生懸命働いてる人だったとしましょう。で、その人が、 こうなんかすごく暗い顔して、こうじゃあ、スマイルゼロに頼らないははしか<笑>,笑えなかったら、ね、あの <laughs> お前、そんな元気ない、ちゃんと仕事しろよという風なのが、うん、まあ社会のニーズですわ、まあねうん、仕事の時はきちんとしろという風になるので、でも、そういうのがまあニーズではありますけど、だからといって、仕事の時にちゃんとしているから、お前は病気ではないだろうと。 いうのは、うん、なんかちょっと違うんじゃないかなって、うん、でそういうのが、うん、あの日本全体を息苦しくしてる一つの空気でもないかなっていうふうには、は思いまますねあなかなかね、いわゆる普通の会社ではさ、あ、うん、その、まあ、例えばうつ病です、雇ってくださいって言われたら雇いにくいよね。うん、まあっと、ね、っていうか、あの雇いにくいというか、うん、雇えません。 やっぱりないよマクドナルド一つバイトだもそうだよね、うん、結局ね。うん、だから、あのー、なんだろう、この社会ってさ、なんかとにかく笑顔でリア充でみたいなのを前提に作られてしまってる。うんうん、特に日本はそうだよ、うん、なんか中国人のマクドドナルドだと スマイルゼロの意味が分かんなかったらしいね。だって資本主義マインドがないから、おもてなしの意味が分かんないみたいな。<laughs> スマイルゼロ円だったらいくら私に入るんですかって感じなわけだよね。だからだ笑顔、笑顔は、うん、あの仕事ですっていう教えるしかないわけよ。意味,を意味は分かんないんだろうから、とにかく仕事で笑顔を作りなさいってやっぱりやらないと、うん、じゃあ、中国のマクドナルド成立しなかったって話がすごく面白いなと思ってうん、うん。要するに、中国人は別に仕事してないわけじゃないよね。 の時だ仕事はしてるけど別に笑顔を見せる必要がそもそもないからうん、うん、笑顔にならないだけの話だよねと、うん、日本人は笑顔を求めす,すぎだし、うん、明るさを演出しなきゃいけないから自己演出してるだけなのに明るいだけで病気じゃないとか素人考えで突っ込む人いるわけだけどでもさあの、双極性障害の人はそうも鬱もあるから、うん、表では。 ね、明るく層に振る舞ってるんだけどうん、うん、ね一旦人の眼差しがなくなった家の中にいると、うん、はあ、みたいなことっていくらでもあるわけよ画面に映っているものをベタに、ね、受け入れる前に、うん、この人、なんでいつも明るいのかなっていうふうにそういう意味では、ね、あ<の>あの伝えておきたいのは私はあの5人の <laughs> 精神科医に <laughs> 診療をしてもらってるんですけどもあの双極性障害ではないです。 私は違うんですよね。な、うんで,何でかっていうとですね、うん、今も暗いから。今も、これ喋ってる時別に、この営業スマイルとして、こう喋ってる。うん、そしてこの口調でいるだけで、今も暗いんです、私は。基本的に。だから皆さんは、だからそういう意味では、よくね、コメントで、あの、いや、清水さん双極性障害の恐れがうんぬんかんぬんとかね、匿名で書く人たちとかいるんですけども、お前ら、 お前あ、エスパーかってね。あの <laughs> 医者なのそれとも、えー、お医者さんですら精神科医っていうのは、きちんと診断ができなくて、誤診が多くて問題になってんのに、あの、えー、動画で見ただけで、しかも匿名で、うん、医者でもないのに、あなたは双極性障害の可能性ありとかっていう人って、うんうん、いや、すごいよね、エスパー。 なかなかすごいですよね。まあまあ、消極性障害に限らずさ、いろんな理由で笑顔にせざるを得ないさ、ね、治療患者なんていくらでもいるよね。います、います。いや、むしろそういう、あの、私はそのね、精神科医の人に言われたのが、清水さんはね、と。くそ真面目すぎると。ね。こういうところに来ても、要するに、病院に来ても、きちんと喋ろうとしてると。ね。あそれは、もう、うつだと。 たおかしいとねどんなところでもきちんとしよう、ちゃんとしなきゃっていうふうに思うのは、そりゃね、うつになるよって、しかも聞いてる限り、めっちゃ働いてるじゃんって、それはもうし、そう、清水さん、真面目だすぎるからな。っていうふうに言われまして、それをね、こうやって、なるほど、そうですかっていうふうにこう真面目に聞いてるみたいな、本当にもう。先生の方が笑っちゃうわけだよね。いやもう典型的だよみたいな話うもう。 本当に。ね。あの、その先生は、だから、もう真面目すぎるから、ちょっともう、それは社長はさ、はってでも仕事しなきゃだめだとわかるけど、ここ病院だよ、みたいな感じでね、接してくれたんで、ちょっと気が楽になりました。ね。だから、理解のある医者がさ、そうやってちゃんと説明してね、あの好意的に迎え入れてくれるといいんだけど、やっぱりさ、田舎で診療、面繰りとかに受けてる子って、そこに、そこの病院しか頼れないから、そこに行ってるので、 ずーっとなんていうのは、50年も20年も通い続けたりしてるわけですよ。うん、で、治らないよって言われてるわけですよ。ああもう、それね、辛すぎるなと。そういうい人はみんなね あれですよその土地を離れて、大阪とか東京とかとこで、大阪だったら名越康美さんもいるし、うんえー、東京だったらね、あのなんだあの、いろんな先生がいますよ、<や>とにかく。いい先生に自分から行くしかないってことだよね、うん、結局いや、もう本当ね、一番理解されなかったのが、月300冊しか本が読めなくなりましたっていうのが理解されなかった <laughs> 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 そう、はっ<て>は,はみたいな話だよな、ねうん。漫画って言われて。いや、違います。あの、自分うつ病になったんで、あの、一生懸命300冊ぐらいうつ病の本、精神病の本読んだんですって。あれとかこれとかどうのこうのあ、うん、あだこうだっったら、えー、えー、みたいな、ちょっとドン引きしてました、ね、最初、あの、あ、 あの、この人、うつ病じゃなくて、統合失調で幻覚見てるのかみたいな <laughs> <laughs> そういう、そういうふうなは対応されたんですけど、うん、私がちゃんと読んだ本の内容と概要と著者の名前をこう言い出したの。うんうん、マジだ、こいつみたいなね。まあまあ、<laughs> 読書変態だったんだって言う、ね、ういや、そうじゃないです。元気な時は1500冊読めたんです、と。うん でももう読めないんです、みたいなことを言うとですね、<laughs> なるほど、みたいなね。通常字が分かるとなるほどだよね。そうそうそう。だって実際、うつ病になると文字読みにくくなるもんいやなあの、読めないね。あの、うん、私の特徴はですね、その自分に関わるうつの本はまだ読めたんですよ。だけど、全く関係ない本はですね、うん、あの読みにくくなったね。うん、入ってこないっこ、ね、入ってこなかった、その一番ひどい時は本当に。うん いやあれね、本当に、まあ、だからそのいや、すごいね、自分がうつ病になって実感したことなんですけども、うん、世の中っていうのは、うん、仕事の時はちゃんとしてろっていう圧力があるんですよね。 ああ、まあね、うん。要するに、その、うん、もう、まあ、これもまあ、皆さんからしてみたら、あの、私の仕事のように見えてると思うんで、こういう時はきちんと明るく、冷静に、しっかり喋るっていうニーズが、うんあの、向こう側にあるわけですよ。で、それは、やっぱり最初のマクドナルドの例でも言ったけども、うん、もう仕事、店員さんとして立ってる以上は、うん、あのきちんとしなさいって、やっぱニーズがあるわけですよね。うん、で、それはなんか最近、カスハラって言われるらしいんですよね。カスタマーハラスメント。 そうね、そうね。うん、で、それってでもなんで起きるのかって言ったら、自分が働いてる時に、どれだけしんどい、辛い思いがあっても、きちんとしなきゃっていうのが、多分世の中に充満していて、でそこでぐる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 、この、ハラ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 してるわけですよ。ね、うん、で、ハラ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 がこうあの回ってんだなっていうふうに思うんですよね。で、うん、この循環ってすごいしんどいなって思ったんです、なんでかっていうと、私は本当にどんなしんどい時でもですね、 仕事の時はきちんとっていう感じで乗り切ってきた人なんですよ。うんうん、もう本当、もうだって入社した会社、最初に入社した会社で、竹藤、お金ない、うん、会社にお金ないから竹藤から清水さん借りてきてとか、銀行の連帯保証になってとかっていうのっまあ異常ですよね。うん、まあそのエピソードはね、ね別の動画でも喋ってますけども、えーえー、でもそういう時に、いや、踏ん張ってやろうと。で、私今、うん、でも覚えてるけども、仕事が忙しすぎてさ、 ねうん、大学時代から月4年間付き合ってた彼女と別れたんですよ。うんうん、で、次の日にはおはようございますってこうやって行くわけ。もう、今思えば <laughs> 1日くらい休みたかった、本当に。<laughs> 悲しかったよ。で、俺トイレで泣いてたもん。うん、まあ、そう、そういう。 あれだね、親が死んでもこの舞台の、ああ、負けられないって言ってる <laughs> 役者さんみたいな、ね。いもう本当に。で、他にももう、1億ね、4000万、まあその会社じゃなくて起業した後に一億4000万損した時とかもあって、うん、その時は非常にしんどかったけども、うん、あの、一生懸命頑張るんだって言って、こうやって乗り切ってきたんですよね。うん、要するに辛いところを見せるな。うん、でも、あの、しっかり仕事の時はやりなさい。 うん、をこうやってきた方なんですよ、私は。うん、だけども、結局その強さを通じて、私はうつ病になってしまったのであれば、やっぱおかしいなと。これやっぱ変えるべきだろうなっていうふうに思って、うん、最近はだからもう、アーシンドアーツラーとかね。あのうん、いやもう正直今暗いっす、みたいな、なんかそういう <laughs> あの話とかをちゃんとね、自分の弱さを認めてあげるようにしたんですよ。まず自分で自分だけ。うんうんうん でそうすると、なんか、弱いなりに、うん。あの、仕事するみたいなのを覚えたんですね。うん。要するに、ヘロヘロしてるんだけども、うん、あの、あ、この時は、よし、やるか、みたいな。今までは、その、ヘロヘロすら認めてなかったんですよ。うん、いやいや、ちゃんとやらないと。<ー>どんな時もちゃんとやらないと、みたいな感じ。うん、なん弱さを認めてからの方が、思考も広がるし、うん、あの、まあ、しんどい時間増えましたけど、 逆に仕事はうまくいったり、ね、あのするようになって、これはやっぱり日みんなに伝えたいメッセージなんですよね。強くなければならないとか、自分の弱さがあること自体が恥であるっていうふうに感じてる人、結構いると思うんですけど、そんなことないよと、あの自分の弱さをきちんと認めちゃった方が、実はうまくいくんだよというふうに私は思いますね。 うんうん、あと、やっぱりそういう人の方が可愛がられるので、うん、あの俺ぐらいだと話聞きますよみたいに周りがなんかいい感じで、ねうん、あの理解してくれたりする俺、なんとか、ね、あの頑張ってるから大丈夫だから大丈夫だからって本人が言い続けてると、うん、話聞いちゃげてもいいのになと思っててもちょっと言うのものはばかられるみたいな空気になっちゃうからうん、うん、周りとの関係を考えてもいやこれ全然そういうこと分かんないしできないしみたいなダメ要素をむしろ言った方がよくてね。うんうん 僕もね、あのー、田中光さんってフェミニストの人が好きなんだけど、はい僕は、彼女のフレーズで、大したことのない私って言い方があるわけよ。うで僕はね、そ大好きなんですよ。なるほど。で、それね、あのー、女性らしいとも言うかもしれない。なぜかというと、男はある意味、うんうん、なんかうまくやったり、成功したり、うん、あれお金を持ったり、着、あ、飾、のー、ったりな、なんていうのかな、その何かあの周りに認めてほしい表あの基準で、自分を。うんうん 飾ってしまうようよよなところがあるよね、うん、それがだから強さの演出ってことになってくるうん、うん、例えばヒルズに事務所を構えたりとかさうん、うん、無駄じゃんと俺なんか思うんだけど俺もそういう無駄いいっっぱいやったふうにしてやっていくとうん、うん、なんだか自分を何て言うんだろうなあの薄い愛で重ね着するみたいな感じがあるわけですよだからなんだろう、うん、なんだろうなパチモンのさなんかあの 服着てるような感じって言えばいいのかな。だからね、僕、そもそも自分は大したことないんだと思ってると、あ、うん、あ、よくやったな、自分って、自分で自分を褒めるチャンスが増えると思うのよ。僕、結構自分のこと、怠け者だと思ってるのね、うんうん、いろいろ動いてて、休みなくいろんなこと動いてるんだけれども、それでも自分のことは怠け者だと思っているの、本質的に。 だ,だから、何年か前にね、あの胆のうを全摘する手術やって、はい、ちょっと術後もしばらく仕事があの、大体ね、内臓系の手術やるとね、うん、頭回んなくなるのよ、<ー>そのあと。 頭脳ロ働ドできないよと、うん、だからもう1年休むと覚悟を決めて、うん、その1年は仕事一切しないと仕事しないで何やってんだよって感じなんだけど、うん、じゃあ、もう代わりにビートルズを300曲ある近くあるところを100曲自分で訳して、うん、あの歌えるように訳して YouTube に全部歌ってみるっていうのをやってみると。うん <laughs> あります、ね、昔の動画でね、そう,そう,そ,うそう、5年以上前にやってるんだよね、だからそういうことをやるとね、意外と1年間でできちゃったりすると、うんうん、自分で、およお、う嘘みたいに自分のことを年間で100個やるぞって決めてるんだけど、うんうん、なんかできちゃったよみたいな感じなきゃ、うん、できちゃって、わーいってそれだけで楽しんでたら、後からあの週刊金曜日出してる出版社から、うん、あの これ本にしませんかっていうことになって <laughs> あれって俺仕事するつもりもなかったのに結果的に仕事になっちゃったよみたいなことがあったりするわけですよだからなんかねそのなんていうのかなあの自分を大したことのない存在なんだねっていうふうに自分で自分のことをあの不当に低く見積もるのではなくてそもそもそ大したことないじゃんと大したことないやつがちょっと面白いことできたらあなんか自分を褒めてあげようって思えるわけですよ であの特にね、まあ、石垣さんはある意味、ちょっと違うかもしれないけど、はい、うつ病の人だとね、もともと自己評価の低い人で、うん、虐待されたり、いじめられたりとか、社会にいじめられたりとか、失業したりとかってことになると、うんうん、自己評価がそもそも低いので、私なんてみたいになっちゃうわけですよ、<laughs> で私なんての人は、一応、うつ病のは罠にはまりやすいんですよ。うんうん 私なんてっていうのが低いから真面目にしなきゃ良い子にしなきゃってなるわけだよね。うん、でそれと僕の言ってる大したことのない私っていうのはちょっと違っていて、うん、基礎的な自尊心がそもそもあるから私が弱くても小さくても生きてていい存在だって思えるわけよ。うんうん、でそこが あのうつ病になっちゃう人とも大きな実は違いでうん、うん、自分の自尊心そのものがあのやばいと、うん、うつ病によって怖さもっと壊されちゃうんだよねうん、うん、だから最終的には自殺してしまうことがいたりする昨日まですごい笑顔で電話してたりしてたのにうん、うん、翌日、自殺してたってことが僕にはあるので友達にね。 だからみんなね笑顔でいつもいるからこの人大丈夫とか思わない方がいいだろうしうん、うん、でそもそもみんなは人それぞれにその人なりに頑張ってはいるんだよと、うん、<laughs> まずまずそういう眼差しで人を見てあげてほしいとうん、うん、その人なりに頑張ってるんだよとその人が、その人以上に過剰に頑張ってしまうと。 ちょっとそれは痛々しくも映るので <laughs> あのなんか頑張らなくていいんだよっていうことを周りが言うというよりも本人が当事者が自分の気持ちに対して意外と自分はで、ね、よく頑張ってんだから許してあげよう、うんうん、人が何と言おうと許してあげようって思えるとやっぱりちょっと行きやすくなるよね。うん 弱くていいんだよと別に俺なナポレオンになるような人生じゃないからみたいなさ <laughs> <laughs> ほとんど多くの人は歴史に名が残らないんだから大きなことなんて考えなくていいんだよとそれよりも今自分が、うん、あの何をやってたら楽しいかとかさ、うんうん、そういうことを考え始めた方がいいんじゃないかなって僕なんか思うよねまあ私はやっぱりね、うん、あのすごく思うのが。うん あのー、自分自身がまず親に捨てられてるでしょで、学校にいじめられてるでしょ、うん、で、会社でもいじめられたしね。で、社会でもいじめられてるね。れわれてるんですよね。ね。<laughs> もう本当にいろんなことで、あの、いじめられまくってるんですけども。うん、まあやっぱね、私自身は自分に自信があるから成功してきたと勘違いしてたんですけども、そうじゃないんだなと。うん、全く自分に自信がないから、あがきまくってたんだなっていうのが私の最近の自分のね、うん、評価ですね。 おめでとう、エヴァンゲリオン最終話。<ー> <laughs> いや、でも分かんない人の方が多いんじゃないかな。<laughs> <laughs> もうそうか、もう分かんないから。<laughs> <laughs> しかもそれ、テレビ版やから。<laughs> そう僕、テレビ版、最初のオンエア見てましたよ。うちね、滋賀県で琵琶湖放送で流れなかったんですよ。<laughs> あっ、そっか。<laughs> いや、ショックだったよ。あの最終話をさ初めて見たときに、うん、これ、何の話と思って、<laughs> 最終話だけ見たのよ、一番、最初のオンエアで。<laughs> なるほど。 うん、自己解除セミナーだから逃げてきた男の話なのかな、うん、<laughs> 勝手に考え,考,え考えてたけど <laughs> まあまあいずれにしろさ、うん、その自分が弱いことやアホなことや苦痛なことも含めて、うん、まあこれが自分やしって思えたら、うん、ああようやったねと、うん、そのなんて自己認知こそが自分を救うよねい,う、うん、いや本当そうですよ、うん、自分が大したものだすごいやつだって思えば思うほどですね、うん、ちょっとした傷も許せなくなる。 そうだよね。ね完璧に主義になるよね。ねあの、市民、うん、さんのね、あの、この動画を見ていただいている人は分かると思いますけども、うん、いつも同じ格好してますよね。別に金がないわけじゃないぞっていうね, <laughs> ね。あの、これですね、この、実はこのアビヒレックスっていうね、メーカー、アビレックスだったかな、うん、メーカーの、あの、シャツなんですよ。で、これをですね、うんうん、あの、グレーと、チャコールグレーのやつと、うん、このブラックのやつをですね、 10着ずつ買っていて、それをローテーションしてるんです、私。わかんねえ。色、色柄も同じなんでしょだってそれ。で、で、まあこれ、あの、まあちょっと丈夫なんで、2、三0 0 0円するわけですわ。でもね、これがね、別に、ここにね、コーヒーのシミを落としたとしても、まああらやいいやで済むじゃないですか。でもね、私昔、なんか、イェーイってこう活かしてるときね、特に起業したばっかりの頃って、あの、まあ、 あの、そのね、3年後に1億4千万損するんですけど、うん、毎月使えるお金が500万とか1000万あったわけですよ。<laughs> うん、でそうすると、1日中ね、あの、デパートとかに行って、これ買おうかな、うん、あれ買おうかな、とかってやってやるわけ。うん、で、それでね、すっごい高いシャツとか買うわけですよ。ビトンのシャツとか20万とかするわけですよ。で、そうするとね、コーヒーつくじゃないですか。例えば。うん、もう大騒ぎなんですよ、ねうん。大ショックだよね。大ショック。うん、もう超落ち込みますよね。うん、だけど、うん それで人間も一緒で、自分がね、大したものだと、うん、俺はすごいやつだっていうふうに思ってたら、うん、よちょっとしたしみも許せなくなっちゃうわけなんですよ、これ、うん、人生で。だけど、まあ、うん、俺、なんていうですか大したことねえし、自身もねえし、つらいしな、ってね、思ってるとですね、別に多少コーヒーのしみついても、うん、まあ、うんうん、まあ、あとであれいっか、みたいな、そんな感じになるわけですよ。 そういう強さを手に入れたような気がします、私は自分そうね、それはすごいことだと思う、あのさ俺、いいエピソードが、ちょっと好きなエピソードがあって、ビートたけしがね、フェラーリのね、馬の、なんていうの、エンブレムがあるじゃない、あれ、自分で加工しちゃって、勝手に貼り付けてるっていうのがあって。 要するにそれはフェラーリに乗ってる俺が偉いではなくて、うん、北野武史が乗ってるフェラーリが偉いからそうしてるわけよ、うんで。要するに他人からの基準ではなくて、うん、自分のブランドを上げていくことの方がよっぽどいいでしょ、うん、ってことなんだよね、うん、これってだからね、たけしさんってそういう意味ですごくだろう健全な自尊心があるんだなって気はするわけですよ。うん、いやそうですね 私はだからその本当に死にたくなるぐらい落ち込んでた時っていうのは、一生懸命頑張ってる自分がこんなね、あの、辛いと。ま、辛いと思うことすらもダメだし、しんどいと思うことすらもダメとかね。要するにちゃんとできるはずの自分なのにできてないということがすごく辛かった。ん。ですよね。もうそれですごい追い詰められていて、もう電車を見たら飛び込みたくなるし、 で、あの、タクシー、で、それが怖いからタクシーに乗るとですね、タクシーの運転手さんに襲いかかって、うん、こう、事故らせようという衝動が、こいてくるわけ。うん、ものすごい迷惑な話ですよね。だからタクシーの運転手さんの安全を守るためにシートベルトをちゃんとするわけですよ、うん、私は。しかも、ね、あの、タクシーの運転手さんの一番対角線ぐに座るわけですよ。<laughs> なるほどね。いや、本当怖かった。うん。うん、で、まあ、でも、やっぱそういう時って、 自分がちゃんとできてるはずなのにできないとか、うんね、そういう自責の念っていうのを感じる人ってね、鬱つの人ってすごい多いんですよ。自分を責める。でしょうね。うん、でも、それって、これぐらいできてるはずなのになんでこうなんだとか、これもできない自分なんてダメなんだっていうふうに、やっぱすごい責める人多いらしいんですよね。うん、そればっかりじゃないと思いますけども。うんうん、でもね、いやまあできなくて当然やろと。うん、でもそれしゃあないやんけって。できねえんだもん。うん もう、だって、そんな大したもんじゃねえからっていうふうに思うとですね。いや、まあ、うん、あの、そんなことで死ぬ必要はないなっていうふうに思えるようになるわけなんですよね。まあ、今でも落ち込むととかはありますけども、こういう動画を通じて皆さんからね、温かいメッセージとかを、こう、もらうとですね。で、しかも、私、こういう動画を撮ってるとき、前はね、あの、選ぶってたんですけども、死ぬときはね、あの、選ぶ、あの、もう服装からして違うと思います、前の動画と。ね。あのー、 そういうのが変わると、やっぱり楽になりますよね。うん、そういう自分を視聴者の皆さんが見て、いいねをつけてくれたり、うん、チャンネル登録が増えるとですね、あ、なんだ、うん、このまんまでよかったんだっていうふうにも思うし、すごく嬉しい。うんうん、と思いましたね、本当に。うん、まあ、そのコンさんとかにもすごい助けてもらったわけですよ、その私はね。まあ、だから、日本一、はい、あのコンさんが作った、あの、はい、あの日本一見にくい親の手紙はぜひ、読んでくはい、ぜひ。 これね。あの、し。何苦ないさ。もう本当に、このこんさんのさ、いる千葉のさ、うん あの、うん、5位までさ、あの、うん、市原の方まで行ってさ、いろいろ話を聞いてもらったりとか、うん、も本当ありがとうございました、うん、もう。<Yeah. S 1> まあ、それでね、やっぱり、あの、うん、ちょっと最後にコンさんのやられている活動を応援したいからご紹介しておきたいんですけども、うん、あのー、まあ、コンさんがですね、まあ、お住まいの千葉の市原市でですね、うん、大変痛ましいんですけども、うんうん まあ、うん、子供が虐待で亡くなってしまったわけなんですよね。うん、で、うん、私自身も父親に捨てられたいという経験があって、とてもあのそういうのがあると、まあ、悲しいんですけども、なんと、うん、千葉の市原市は、その虐待に関する情報を非公開にするというふうな、うんうん、まあ千葉県の決定を恵みにしてるわけね。 で、そこら辺がですね、やっぱおかしいだろうということで、コンさんは、署名活動をされています。で、これはね、俺も集めなあかんというふうに思って、コンさんがですね、始める時にはですね、ま、たった100人ぐらいだったんですけども、今もう1万2000人まで来まして、ね皆さん。もっと月満札さんのおかげでございます。ぜひぜひ、全然もうコンさんのおかげです。あと皆さんのおかげですよ。本当に皆さんのおかげです。だから皆さんぜひ、その署名ね、この、あの、下にですね、URL 貼っときますんで、ご賛同いただけたらすごく、 嬉しいなっていうふうに思います。はい。もう清水さんがね、チェンジオールグに5000円入れたって、もう散々動画で言ってくれたんで、うん、なんかみんながね、せめて500円とか、せめて1000円とかね、続々とね、<う>広告出してくれてんのよ、チェンジオールグに。いいそれ、あの、あの見れるのよ、管理者は。うん。わ、すげえとか思ってさ。<laughs> そう、清水さん、署名するときに5000円入れました。はい。そう。俺は、ね、5000円入れたぜ。 ありがとうございます。俺はいいもななどうかペイパルとねカードでねあのすぐ決済できるんで、まあちなみに無料でもできるんで、別にもちろん無料での署名もあったほうがいいんですよ。なんで、ただ、500円とか5000円とか入れると、そのなんかいろんな人に告知がいくらしいんですそう、拡散がね、いくんですよ。だから、それがすごくいいなというふうに思うので、ぜひ。 お願いします。はい。10万人まで目指しますからね。はい。じゃあ、コンさんどうも今日はありがとうございました。皆さんもね、今日はあの、最後まで、あの、こういう私のちょっと重い話を聞いてくださって、ありがとうございます。こういう話もね、皆さんが聞いてくれるから私はこのチャンネルやれています。本当にどうもありがとうございます。それでは、チャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。コンさんのチャンネルもぜひ登録をしてください。説明欄に書いておきます。はい。今日も読書。読書。